今の高校生は高校野球を見始めた頃から甲子園といえば池田、池田という名を意識しないはずありません。前は山彦打線かなんかって募集チームって聞いてたけど、今のビデオとかデータ見ると互角に戦えるんじゃないかなと思うんですけど。キャッチャーでキャプテンの塩谷君、全く池田を意識することはなし、チームのモットー、この一球を信じて甲子園の常連校池田戦に臨みます。その進行学園、1回にいきなりチャンス、ランナーを一塁に置いてバッター3番キャプテンの塩谷。池田のエース宮崎聡からライト前ヒット、隙のない走塁で2塁まで進み、3塁2塁とチャンスを広げます。迎えるバッターは4番の西浦。4番のスクイズ、先制点。進行学園はさらに4回ワンアウト3塁1塁とし、バッターは1年生の合田。1塁ランナーは走りました。キャッチャーは3塁へ、ヘルメットに当たりました。進行学園、伝統校池田から2点目を奪い、試合の流れをつかみました。2点を追う池田は6回、こちらも足を使った攻撃を仕掛けます。初球から走ってきました。足を絡めたコツコツ新生池田打線、この後ワンアウト3塁1塁としてどんな攻めを見せるのか。バッターは今日2安打のエースの宮崎聡。一塁二塁間、1点差、単打を重ねて6安打、全部シングルヒット。池田は続く7回もランナーを2塁に進め、バッターは2番の今芝。進行ビデオでよく研究しています。データ野球、レフトがご覧の守備位置。三遊間、レフトは左にいました。慌てて左中間回り込んだ、追いつきました。同点となり試合は8回、進行はランナーを一塁に置いて1番天野、また足を絡めてくるのか。スタート、シュールのバッティング、左中間、真ん中、巨体を揺するようにして勝ち越し点。なおもランナー3塁、北原監督、追加点を狙います。バッテリーが外しました。3本間の強殺プレー、アウト。進行北原監督、池田バッテリーの前にまんまとやられました。しかし進行は貴重な勝ち越し点を挙げ、3対2のまま試合は最終回、最後の攻撃を迎える池田高校。このまま終わってしまうのか。ワンアウトからバッターは代打の大西。ピッチャーロイス、新山彦打線というんでしょう、今までとは音が違います。コキン、コツン、単打を重ねて10安打、勝利まであと2人。しかし進行のエース井上、急にストライクが入りません。1番南にフォアボール。これが伝統校池田に対するプレッシャーなのか。続くバッターは2番今芝。満塁。進行学園、絶体絶命のピンチ。迎えるバッターは3番の山上。進行学園キャプテンの塩谷君、池田ということは意識しなかったけれども、この一球はやはり最後の一球でも精一杯やりました。その精一杯やったというような顔を最後キャプテンの塩谷君してましたね。でも北原監督はやっぱり伝統校の強さだったかなと
というコメントも漏らしてました。